全国の兄弟姉妹の皆様、おはようございます。埼玉県狭山グリーン教会で教会長をしております長谷川と申します。6500祖日韓家庭でございます。祝福を受けてもう33年、もうすぐ33年目を迎えようとしておりますけれども、本当に日韓家庭、韓日家庭、国際家庭は本当に難しいことがたくさんあるなと思いながら、33年間一緒に生活をしてきました。いかに国境をなくすかということは本当に難しいし、言葉の壁もあり、習慣の壁もあり、いろんなものがありましたけれども、ぶつかりながらも成長していくんだなということをもういつも感じながら、家庭の中がいかに平和に何事も起きないように過ごしていくか、本当に苦労の連続でありましたけれども、なんとか今も耐えているこの時でございます。耐えて耐えて耐えていくしかない日々であるかもしれませんけれども、必ずそこに天の地区があると思って頑張っております。今日は真の父母様の子女になるためにという題目で説教させていただきたいと思います。今回選ばせて御言葉を選んだのは真の御父様の実績ということで、8つのチャンピオンのことを、平和信教の中、お父様の世界巡回の中で語られた8つのチャンピオンのことでございます。まず一番最初にレベントムーンは神様を最もよく知るチャンピオンということが記されています。この8つのチャンピオンということに関して最初に読んだときに何を感じたかというと、これは伝道に使えるなということを考えたのが一番最初でありました。たくさんの人たちをこの御旨の道に伝道していくときに、我々が何を伝えなければならないのか、何を教えなければならないのか、何を知ってもらったらいいのかということを思ったときに、この8つっていうのがすごく大切な内容であり、また具体的な内容になっているんではないかなと感じたのが、この題目を選んだそのような意味があります。中にあるのは、神様と人間は父母と子女の関係だということですね。父母と子女の関係ということは、一番大切なのは神様と人間の関係が父母と子女の関係だというふうに書かれているんですけれども、私たちはそれをこう人間という一つの言葉で捉えてしまいますけれども、この人間という言葉で捉えると、これはどちらかというと第三者的な意味で捉えることが非常に多いんですよね。ですから、ここの人間という言葉を入れ替えることがすごく大切だと思います。何に入れ替えるかといったら、私という言葉に入れ替えると分かりやすくなるのではないかと思います。神様と私の関係が父母と子女の関係である。人間という関係ではなくて、神様と私が父母と子女の関係だということですね。ということは、私が神様を父母だと感じなければならないし、神様は私を子女だと思っておられるということだけは確かなわけですね。ということは、私が神様を父母だと思っていることがすごく大切になってくるんですね。親と子、神様を親として私たちがいつどのようにして感じていくか、これがすごく大切だと思います。よく昔明石会とかやった時に神体験って話をよくしました。どのようにした神様を感じましたかということで、神様に出会った神体験をしたことを明かし合ったことがありました。しかし、その時にはやっぱり神様は私の親だと感じたということが非常に多かったことを今でも思い出します。私の親、私の父母、何よりも大切な私の親ということは、
親としていつも神様を感じて生活しているかということがすごく大切になってくるのではないかと思います。親であるならば私をどう見ているのか、神様が親だったら私をどう見ているのか、それはすごく大切なことです。私も子供がいます。子供に対して何を願うか、子供に対してどういうことを願うか、それは神様が私に願われることと同じではないかと思うわけです。まず親であるなら子供に対しては幸せになってほしい、これは絶対的な私たちの願いですね。子供には幸せになってほしい、神様が私を見ながら私に幸せになってほしいと願っておられることは間違いないし、全ての人に対して全ての兄弟姉妹に対しても幸せになってほしいと思うことは間違いないわけですね。ではどのようにしたら幸せになることができるかというのは神様が一番よくご存知なわけですね。ということはどうしたら幸せになるかはいつも神様に尋ねていくことが必要になるんだということを思うわけですね。ですからこういうことをすることは神様が喜ばれるのか、こういうことをするのは神様が悲しまれるのか、こういうことをすることが神様が喜ばれるのか、親として神様は私をどういうふうに見ておられて、どういうふうに導こうとしておられるのか、それをいつも私たちが見ることによって親子という関係が作られていくわけですね。すごくこれは私たちにとっては大切なことではないかなと思います。私が神様の子供であると、それがすごく大切になってくるといつも感じております。その中で神様をこれから多くの人たちに伝えていく、知らせていく、神様私の親であるということをやる前に日本において例えば伝道するときにすごく大切なことは何かといったら、神様を信じない人が多いということです。神様を否定する人が多いということです。無神論、一番共産主義の人が好きなのが唯物論であるがゆえに、進化論を中心として神様を否定していくということがあります。日本では進化論はもう常識です。学校でも進化論を教えます。進化論を否定することができないぐらい世の中は進化論です。この中で我々が神がいるということをどういうふうにして証明していくか、どういうふうに伝えていくか、まず自分自身も伝道しなければならないし、家庭においても伝道しなければならないです。神様がいるんだということをどう私が説明するのか、神様が存在しているということを私がどう説明していくのか、それを一人一人が確実に自分のものとして見つけていなかったら、知っていなかったら、誰にも神様がいるんだということを伝えることができないわけですね。いかに神様を伝えていくか、本当に難しいです。私が一番伝道された時に、私はもう共産主義バリバリでしたから、成田紛争とかいろんなところで頑張った立場ですから、もう完全に無神論者でした、ね、で無神論者の私を有神論者に変えたのが霊能者なんですね。やっぱりものすごい霊能者といってもですね、まあ伝道されて3ヶ月ぐらいしか経ってない人だったんですね。その人が霊能者なんですけれども、まあ、私の理論を見事に崩してくださいましてですね、いつの間にか有神論者になってしまったというか、神様に出会っていったわけなんですけれども、非常に簡単な理論でした。何を言ったかといったら、私はあなたは神様を信じますかって言ったので、私は信じないと言ったんですね。そしたらその人が何て言ったかというと、あなたが信じないと言った神様を説明してくださいって言われたんですね。私が神様って言葉を使ってしまったので、あなたが今使った神様を説明してくださいって言われたんですね。
そして説明、まあ、キリスト教でいう神様だと言ったら、キリスト教でいう神様はどんな神様ですかってしつこいんですね。で、勉強してないで分かるわけないですよね。で、結果的に言われたのが、あなた神様を信じないんじゃなくて知らないんだって言われたんですね。神様を知らないんですって。あなたが信じている神様は私もいないと思うって言われたんですね。確かにそうです。私が言ってる神様は相手もいないわけですね。あなたは神様を知らないだけだから、神様について勉強してみませんかでこっちに来ちゃったんですね。で、教会に来て神様を勉強したがゆえに今私がここにいるということなんですね。神様についていかに説明していくか、いかに正しく伝えていくか、それぞれの人たちが神様の存在について説明していかなければならない。進化論はある程度いろんな進化論で、ここが間違ってる、味が間違ってる、確かにそうであるかもしれないけれども、それよりもっと根本的なことで神様が存在するんだということを私たちがいかに伝えていくか、それがすごく大切になってくると、そういうふうに思います。一つの言葉の中にですね、大切な意味が込められているなということを思います。進化論の中で本当に面白いことがたくさんありますけれども、最終的に面白いのは、言葉を人間がいかにして持つようになったかということに関しては進化論では説明できないそうです。物は物体として物として進化していくことはできるんですけど、言葉を持つようになったというのは、これ進化では説明できないそうですね。だから人間だけが持っているのは言葉ですね、御言葉。それがすごく大切ですね。最初に言われました神という漢字を皆さんご存知ですよね。神、漢字で書くと示す辺に申すという字ですよね。ということは、申すということは御言葉ですから、御言葉を表すということが神という漢字になるわけですね。ということは、日本人が使っている神自体もこれは御言葉だということになってくるわけですね。この御言葉を私たちは学んでいくということで生まれ変わっていった、それは事実になるわけですね。我々が人間として存在する一番大きな根本は、やはり言葉を持っているということ以外に何物もないんですね。言葉、この言葉がすごく重要になってくるわけですね。人間と猿の違いは、言葉を持ってるか持ってないか、この違いが大きいんですね。これを一つ一つ、ある意味では少しずつでも説明していくということがすごく大切になってくるのではないかと思います。人間は面白いですね。喜怒哀楽というのを持ってますね。喜んだり悲しんだり、喜怒哀楽いろんな持ってますね。皆さん、何か食べれば美味しいでしょ。美味しいということは非常に嬉しいですよね。喜怒哀楽があります。それとともに五感というものを持っています。私たちは五感というものを持っています。この五感というものは何のためにあるかということを一つ見てみると、五感は味覚、聴覚、視覚、触覚、それから、一つなんだから、嗅覚でしたね、匂いですね。この五感は何のためにあるかということを見ていくと、これは全て幸せになるために五感を持っているんだということを言われるんですね。おいしいものを食べて幸せ、いい音楽を聴いて幸せ、美しいものを見て幸せ、いろんなものを見ながら我々は幸せに感じるために五感というのがあるんですね。ところが、この五感で幸せを感じるためには絶対的に必要なものが言葉なんですね。もし今皆さんが見ている色、赤、黄色、青、この赤、黄色、青という表現がなかったら
どう感じるかということですね。甘い、辛い、しょっぱいという言葉がなかったらどう感じるか、暑い、寒い、涼しい、そういう言葉がなかったら表現のしようがないわけです。ただ通り過ぎていく。つまり猿には言葉がないので、暑いがゆえにどのこのとか生存に対する表現はあったとしても、それ以上のものはないということなんですね。ゆえに我々が神様から言葉を与えられたということは、人間だけに与えられた特別な祝福であり、それゆえに我々が神様の子供だということができる一番大きな点になるんだということを我々が知っていけば、神様がどれだけ我々を愛してくださっているかということが分かるんではないかなと思います。いかに無神論を超えていくか、これは本当に私たちにとっては大切な大切な階段になってくるんではないかなと思います。小さな子どもが学校で無神論、進化論を勉強してきます。いかに家の中で子どもたちに無神進化論を否定して、まあ否定しなくてもいいんですけど、それ以上に神様が存在するんだということを確実に確信させてあげるかということが、すごく私たち親として果たすべき大きな使命としてあるんだということを思うわけでございます。2番目、レバレント文はサタンを最もよく知るチャンピオンだと言われます。サタンをよく知っている、このサタンという存在もまた難しいですね。なんか日本はね、ある意味では悪魔ってすごくキャラクターになって喜ばれている、喜ばれる時もあるぐらいですね。この悪魔の存在というのはよく分かっているようで分かっていない。いるのかいないのか、これはあくまでも空想の世界なのか、それとも現実の世界なのか、それすらこの世の中の人ははっきりと分かっていません。それほどぼやかされているし、はっきりと伝えていかなければならないものがあるんだ。家に誠のお父様はレバレント、悪魔サタンの正体化を明らかにされた方であるということがはっきり分かるわけです。キリスト教でもあまり詳しくは説明されていないはずです。原理を通してのみ初めてサタンというのが分かるわけです。じゃあサタンを知るにはどこを見ればよく分かるか、それは私を見ればよく分かるわけですね。私の堕落性を見ればですね、この堕落性がどこから来るのかと思うと、まさにサタンから来るような気がいたします。つまりサタンの環境の中で育ってしまったがゆえに、サタンの影響を受けている堕落性を血統的にも持ってきたし、血統変わったとしてもまだその習慣性が残っている。これをしっかりと私たちがどのように見て、どのようにそれを解決していくかということがすごくなって、大切になってくるわけですね。この堕落性との戦い、サタンの影響との戦い、神様も私たちに干渉してきますけども、サタンはもう神様の血統圏に入ったのでもう干渉しませんよって言ってくれればいいんですけども、サタンもそうはいきません。簡単に引き下がらないので干渉してきます。それゆえに何かあるたんびに堕落性がっと出てくるわけですね。堕落性がほーっと出てくるわけですね。その堕落性を我々が少しずつ少しずつ解決していくことによって、その人の個性が引き上がっていく、その人の個性が完成に向かっていくということははっきりするわけですね。では一回いかにしたら堕落性をなくすか、堕落性を脱ぐ方法は実体機体なんですね。実体機体を通して堕落性を脱ぐための桃源条件、
これが実体機材ですよね。だから堕落性を抜いていこうと思ったら、実体機材をいかに立てるかということがすごくなよくたくさんよくな必要になってくるわけですね。実体機材はアベル・カインで堕落性を抜くための条件条件を立てていくということになりますので、カインアベルというのはすごく大切になってくる、我々の堕落性を抜くためのいろんな意味があるわけです。私も信仰生活やってきてはすごいこの戦うというかね、まあ、反発したくなるようなカインの方々がいらっしゃいましたけれども、その方々に会うたびに言われた言葉が、いやいい方に出会いましたねって言われるんですね。どうしてですかって言ったら、堕落性がいっぱい脱げていいですねと言われるわけですね。たくさん戦う人にぶつかると堕落性がいっぱい脱げていいですねとこう言われたんですね。あなたがそれを乗り越えていけばあなたの堕落性が脱げるんだからいいじゃないですかって言われたんですね。考え方によっては随分そういうこともあるんだなと、その時に屈服していろんな方法を持ちながら、いかに自分の堕落性を抑えながら、神様と一つになながら祈りながら条件を立てながら一つずつ克服していくことによって自分の堕落性が消えていくんではないかと思うわけですね。あとはもうスッといくことができるように変えていくんじゃないか。でカインアベルというのはもういろんな面で言われます。いろんなところでカインアベルの説明はされるし、カインアベルの問題についても説明されますけども、カインアベルは本当に私のアベルが誰なのか、それすごく大切になります。で私のカインは誰なのか、それがすごく大切になります。で一番最初にカインアベルを勝利したのはヤコブロッテになりますよね。ヤコブとエソのあれになります。でもヤコブとエソの時にカインアベルを勝利したということになるんですけれども、ヤコブアベルはたくさん苦労しました。21年間苦労して戻ってきました。じゃあエソーはカインの立場でどんな努力をしたかといったら、何も努力してないわけですね。殺そうとして待ってたということは、カインとしての責任は全く果たしてない。ただ処理したヤコブが帰ってきていろんなことをやったから屈服しただけであって、カインとしてじゃあエソーが堕落性が抜けたかということを考えてみたときに、いやとても抜けたとは思わないんですね。だからアベルはアベルとしての責任がある、ヤコブがやったようにアベルとしての責任がある、ただカインはカインとしての責任がある。それゆえに結果的にはエソーは後をヤコブには従っていかなかったし、別々の道を行ってしまった、まあ、そういうふうになってしまったわけですね。いかにして一つになっていくか、いかにして共になっていくか、位置というものをしっかり見ながら我々がそれを見ていくということがすごく大切になっています。アベルはアダムの大神者、カインは天使長の象徴体だから、家によくカインアベルというのは兄弟のような横の位置で見ることがありますけど、原理講座に書いてあるのはカインアベルは横ではなくて、あくまでもアベルはアダムの象徴体であり、カインはサタンの象徴体である。それを位置というものをしっかりと見ていかなかったら、カインアベルでは私がカインの時に兄弟の長男だという位置でアベルを見たら間違いを起こすことが多いわけですね。問題はそうではないんだということを見て、じゃあどのようにしてそのサタンが持ってきた堕落性を脱いで一段階上がっていくかということを、アダムの前に出ていくことができるような会になっていくかということがすごく大切になって、その中でサタンとのこの試練に打ち勝っていくことができるのではないかと思います。一番中で血統を怪我してきたということが、サタンが奪っていった全てであるので、
誠の御坊様がされてこられたのは、あくまでも神様と誠の御坊様がやってこられたのは、サタンの正体を知るとともに血統を取り返していくということが、誠の御坊様がされたとても大切な御命であったということを我々は知っています。それが故に交差交代合同祝福結婚と交差交代祝福ということになってきます。血統転換をしなければならない。それを具体的に初めてされたのが誠の御坊様であり、祝福家庭はその恩恵を受けた本当に恵みを多い立場に立っているんだということは間違いありません。3番目、レバレントムーンは人間を最もよく知るチャンピオンであると、そういうふうに言われます。人間はどこから来て、どのように生き、どこに行くのか。堕落した人間はなぜ心と体が争い葛藤しているのか。生と死の意味は何か。本当の死後の世界は存在し、このために地上生活はどのようにすべきか。疑問はたくさんあるのを誠の御坊様が説かれたということですね。この世の中の人たちは自分がなぜ生まれてきたかということは全くわからないわけですね。何のために生きていくのかもわからないわけですね。どこから行ってどこに行くのかも全くわからない。要するに生きる目的というものがはっきりしないまま、とにかく一日一日を過ごしていけばいい。どこに行くかもわからないわけですね。進化論は非常に面白いこの話をします。進化論を考えてみた場合に、存在目的というものが進化論にはありえないんですね。目的がないんです。進化論あくまでも進化していって、何か目的を求めて進化していったわけではないんです。偶然の重なりの中で、突然変異の重なりの中で進化していったわけです。この地球上に猿という存在がいますけど、じゃあこの地球上のから猿が全部いなくなったとして、何か変わりますか。変わらないんですね。地球は変わらないです。ということは、この地球から人類という存在が全部いなくなったら、この宇宙はそのままですね。人類が全部全滅して自然だけ残ったらそのままですね。で、結果的には目的というものがはっきりしないと、我々が存在するということが見当たらないわけですね。ですから、人間が存在するということ自体は目的を持って作られたということだけははっきりするわけですね。目的を持って作られたんだということですね。だ、生きる目的は何か、生きる方向性は何か、ね、ある人がね、自分の生きる目的がわからないから、自分は死にたい、死んでしまいたいという人がいたときに、あなたは生きる目的があるんだ、生きる必要があるんだ、どういうふうに説明するかということなんですね。どういう目的であなたは生きなければならないんだということを、生きていかなければならないことを伝えていくかということがすごく大切になりますね。それは普通の人が考えてもはっきりと答えを出すことができないんですね。親が悲しむから、周りの人が悲しむから、なんか生きていればいいことがあるから、はっきりとしたあなたが生きていかなければならない、あなたが存在していかなければならない、それを指し示すことができる世論はこの世の中にはないんですね。ありません。あるのはただ一つ原理だけなんですね。神様がいて、神様が私を創造して、で、神様が私を愛してくださって、神様は私に幸せになってほしいという、
神様が創造された目的、創造目的というものがあるがゆえに、我々が存在する目的というのが出てくるわけなんですね。進化論には目的は、人間が生きる目的は書かれていないんですね。そこを私たちが知れば、我々の存在というものが目的を持って存在しているんだということを知っていることだけでも、すごく恵みの多い我々の人生になっているんだということが言えるんではないかなと思います。誠のお父様は人間を最もよく知るチャンピオンである、とこのことは我々に本当に生きる目的を与えてくださった、本当に大きなですね、意味があることだと思います。4番目にレバレントムーンは霊界を最もよく知るチャンピオンです。死後の世界である霊界は地上生活の延長として、全ての人間が自然に行く世界として実存する世界です。したがって祝福を受けて原罪を生産した後、霊人体を完成して肉身を脱いだ人たちは、死ではなく今は世話式ですね、世話という神聖な儀式を通して永世する天国に行く道を完走し祝賀するのです。これが霊界を最もよく知るチャンピオンということで知らされています。霊界の存在自体もはっきりと世の中の人は、まああるかもしれないけどないかもしれない、ある人に言われたんですけど、霊界があると信じている人には霊界があって、霊界がないと信じている人には霊界ないんだと言われたことがあるんですね。神様も同じように、神様を信じている人には神様がいて、神様を信じていない人には神様いないんだというわけですね。これは成り立ちますか？成り立たないんですね。霊界はあるかないかなんですね。あるが正しければないは間違ってるし、ないが正しければあるが間違ってる。結果的には信じてる人にあって信じてない人ないというのはありえないことなんですね。神様も同じです。信じてる人には言って信じてない人には、それはその人が言いたいのは神様はいないということを言いたいがゆえに、そういうふうに伝えているということが分かるわけですね。では霊界はどんなところであるのか、これは誠の御父様が本当にたくさん教えてくださっている、我々が霊界では何しなければならないか、祝福を受けて血統転換をして地上で完成して霊界に行かなければならない、完成という言葉を聞くとね、非常にプレッシャーなんですね。もう完成という基準が非常に高いので、イエス様もね、天の父が、ね、完成であるよ、私たちも完成しなさいという完成の基準は非常に高いですね。でも完成の基準はそんなに高くないかもしれない、意外と低いかもしれない。その意識を神様と共にいかに超えていくことができるか、神様はどれだけたくさんのことを願われているのか、どのくらいまで私に変わってほしいのか、それを一つ一つ神様と相談しながら、神様と対話をしながら見つけていけば、必ずいいことがあるということを思うわけでございます。今回、中田先生が処罰されました。で、中田先生にはね、本当に私はちょっとしか会ったことないんですけど、非常にお世話になりました。どういう意味でお世話になったかというとですね、私もちょっと、もう1年ちょっと前ですね、2年ぐらいも前になりますかね、ちょっと病気をいたしまして、入院、手術して入院をいたしました。うちの場合は奥さんが先にこちらの方に来たもので、私は猛烈に反対いたしました。サンクチュアリなんか絶対行かないって言ってですね、もう行きたくない、とんでもない、いたんだとか言ってですね、もう家の中でもう強烈に迫害した立場で、あまりもう言えないんですけれども、そういう立場でした。もう
うちの奥さんが言いづらかったんじゃないかなと思いますけど、すごい強烈に反対してたんですけど、まあ、そう病気になりまして入院することになりました。まあ、なんか意味があったんだろうと思いながらですね、それで病院に入院しているときにですね、もうもうやることがないので、結果的にビデオで携帯でですね、ビデオ見ようと思ったんですけど、あんまり不信仰ばっかりやったので、これちょっと信仰的なことをしないといけないなと思いながらですね、それでまあ反省も含めて、インターネットにあるサンクチュアリ教会の礼拝をですね、ずっとエリカ会長の御言葉とですね、中田先生の御言葉をですね、もう最初から最後全部ね、最初から見たんですね。中田先生の独占のビデオとかですね、見させていただきながら、そうなんだ、そういうことなんだということで、その時に本当に中田先生にですね、間接的なんですけども、すごく私にとっては大きな恵みをくださった先生だということを思って感謝しているんですね。今回、ね、旅立って行かれましたけれども、あれだけですね、たくさんの素晴らしい内容の御言葉を持っていらっしゃるので、きっと向こうに行かれてもですね、お忙しいんじゃないかなと思いますし、向こうでも思いっきりですね、独占女のですね講義をもういろんな人にやっていただいてですね、きっとそういうことができる人が必要だったのかもしれないし、本当に向こうでますます誠のご王様とともに、陛下に我々ね、たくさんの方々とともにですね、活動されて、休む日もなく、日本にいる時よりもここにいる時よりももっとですね急いで活動されているんじゃないかなと、そういうふうに思います。まあ、完走し祝賀するのですと、そういうふうに言われていますので、我々がもっとお祝いして、そして歓迎してあげて、もう礼拝でもっと活躍してくださいとですね祈りながらですね、またおそらく私たちも行きますので、向こうでですねお出会いした時にまた感謝の言葉が述べられるようにしていきたいなと思っております。礼拝があるということは、神様が私たちにくださった最高のまた祝福でもあるということですね。礼拝がなければ、で私もその時にあんまりこう手術したんですけど怖くはなかったですね。要するに次の世界があるんだと思うとですね、あんまり怖くはないんですね。病気をつられた時も、あ、そっかと思ったぐらいですね、怖くはなかったですね。次の世界があるから、よっぽど自分が間違ったことをしたらまた地上でちょっとね投げ条件を積まないといけないとは思いますけども、本当にその時に、永田先生またエルガ会長の御言葉に自分がですね見返られたなということを思って、今ここにいるのもね、お二人のおかげだとそういうふうに思っております。本当に感謝しております。5番目、レバネット文はイエス様を最もよく知るチャンピオンです。神様の息子であり救世主メシアとして来られたイエス様が、準備されていたユダヤ教と当時の宗教界の主要者たちから反対され、最後に十字架で処刑されたことは人類歴史において最も悲劇的な事件です。イエス様は第二のアダムとして神様を中心とする理想家庭のモデルを成就し、全人類を通気してあげなければなりませんでした。キリスト教徒は神様の御旨を繰り広げることもできずに、十字架に追われたイエス様の悲しい心情世界を理解しなければなりません。私の教えを通してイエス様の使命と十字架による救援の限界、そして再び来られなければならない理由などがはっきりと明らかにされています。イエス様についても我々はよく学ばなければなりません。クリスチャンに出会った時に何を話すことができるか、何を伝えることができるか、まあ、上から目線で話したら怒られてしまいますので、下からこう少しずつ少しずつはびりながら、クリスチャンにイエス様の十字架について何を説明していくか、また再臨についてどのように説明していくか、誠のご王様についてどのように説明していくか、それは我々が
勉強していかなければならない、そのような内容なんですね。ですから十字架で完成しなかったがゆえに再臨主が必要になったんだということを我々がまず知ることが大切で、理解することが大切であり、再臨主として来られた方が何をしなければならないのか、それはやっぱり血統転換をしなければならないんだということが再臨主の使命で、イエス様もそのように血統転換をして理想家庭を作らなければならなかったということに戻る必要があるんじゃないかなと、そのように思います。イエス様のことは我々がもっともっと学んでいくことがすごく大切だと思います。第6番目はレバレントの馬、聖書および各宗教の教書の核心内容を最もよく知るチャンピオンです。教書の内容、聖書をはじめとして全ての教書の内容をの核心の部分を最もよく知るチャンピオンだということで説明をされております。これも原理講論の中で比喩や例えとかいろんなところで語られている、またいろんな歴史を通して書かれている、そのいろんな問題、再臨主に関しても細かくその教書の核心内容を誠の御子様が説明して、原理を通して我々も知っていることであります。それゆえに我々がやらなければならないことは、教書の核心内容を最もよく知るチャンピオンですので、我々も聖書を学ばないといけないということだけは間違いないということであります。ですから聖書もいろんな時間があったら少し開いてみて聖書を学んでいく、素晴らしいんだよと言いながら我々が聖書もあんまり今学んでないし、イスラム教は何ですかって言われたけど、イスラム教、まあ、せめてイスラム教が何かぐらい説明して、海教は何ですかって言われて、海教ってどこの国の宗教でしたっけって、まあ、少しは宗教に対してですね、少し説明することができるような、こういうところから始まって誰から始まってこうなって今こうなってということを少しは宗教に対して説明することができるような基礎的知識だけでも持っていただけたらすごくいいんではないかなと、そういうふうに思います。原理講論を読みながら訓読しながら辞書をそばに置いてですね、で訓読してみるとなんととてもいいことがありますね。まあ携帯でもいいですので、そこでこういろんな出てきた言葉とかいろんなものをこう全部こう辞書で調べてみるとですね、意外と知らないことが多いことがありますね。イエス様の十二弟子の名前を知ってますかと言われるとほとんど言えないですね。で調べてみると、いろんな人がいるんだ、その中で洗礼ヨハネに従っていた弟子の中でイエス様の十二弟子になった人が2人いるんだということが書かれているんですね。いろんなのを勉強してみるとですね、いろんなことを知っていくということは、我々が伝道するにおいても、我々がいろんなことを学ぶにおいても、自己伝道、自分自身を伝道していくことにおいてもですね、すごく役に立っていくんじゃないかなと思いますので、携帯でもいいですので、何か言葉があって面白いのがあったら調べてみたらいいんではないかなと思います。7番目、レバレントムーンは人類歴史を最もよく知るチャンピオンです。歴史は漠然と反復する単純な循環史観ではありません。明確な方向と目的を持って流れています。歴史の主観者は神様であられます。で、歴史、我々は旧約聖書歴史を知ってますね。一般の人たちはただ単に歴史を学ぶだけですね。日本の世界史は西洋史なんですけども、それをやって何があった、どういうことがあった、いろんなことがあったけども、その内容を理解するということは、なぜこうなったかということを理解するということは一般的にはありえないわけですね。神様の復帰歴史だということを初めて説かれたのが誠の御父様ですので、それを理解していく、私たちが細かく理解していくというのはすごく大切になってくるし、それが私たちに求められている
ことです。問題は歴史と私なんですね。歴史と私だから、私が歴史の中の一部分だということがすごく大切なんですね。だから過去の歴史と今の自分と未来が連結されている存在として存在する私だということなんですね。私がここに来て、ここに来るようになって一番考えたのは何かというと、まずここに来たのは怖かったですね。すごいここに来るのが怖かったです。なぜ怖かったかといったら、私に人類の未来がかかっているからなんですよ。歴史はそういうものなんですよ。つまり今は二大王様を中心として天の摂理が動いているわけですよ。支えている人はわずかですよ。でもその二大王様に人類の未来と神様の創造目的、やろうとされている全ての歴史が二大王様にかかっているわけですよ。で、未来がそこで決定されていくんですよ。これから人類の未来がどういう方向に向かっていく、どういうふうに流れていくかはここで決まるんですよ。その中の自分が一員なんですよ。一人なんですよ。たくさんいる中じゃなくて、少なくなる中の一員です。つまり私によって人類の未来が少し変わるかもしれない、大きく変わらないかもしれないけど少し変わる。つまり私の二大王様に対する絶対的な信仰がどれだけ大きな歴史にとって、今の摂理にとって大切なものであるかということを思うとですね、怖いんですよ。私が間違ったら、私が不信仰したら、もしかしたら人類の未来が大きくは変わらないかもしれないけど、何か影響がないかどうかを考えた時に、私はすごい最初怖いな、怖い存在なんだなって、私の信仰がいかに今歴史が私を求めている、歴史が私を求めている立場からしたら大切な存在なんだということを思ってみるときに、神様にとっても霊界に行かれた誠の御坊様にとっても地上にいる私というのがすごく大切なんだということを思ったわけですね。で、大きな病気、病気にかかったので、霊界に行ってからじゃあ二大王様を支えたらいいかなと思ったこともあるんですよ。でもその時パッとひらめいたのが、何を言ってんだって、地上で支えなければ支えてる意味がねえじゃねえかって言って怒られたんですね。地上で支えてことを支えるんだって、霊界にいて支えるんだってとんでもないということで、長生きして霊界に地上で支えろとこうなんかつぶやかれたようなことがあったんでですね、そうだ、自分は地上で支えていかないといけないんだということを思ったのを今でも思い出します。本当に人類歴史の中で私という存在が、これからの未来は流れていきます、これからの未来、地上の未来はあります、でも大切な存在だということを一人一人自覚していただきたいし、また本当に二世の方々にはこれから未来ですね、未来をどのようにして、そして人類の未来がかかっているんだと、神様の未来までかかっているんだという立場で、一つ一つの生活、一つの学びとかそういうものを歩んでいっていただければ、本当に恵みが多いんじゃないかなと、そういうふうに思います。8番目、レバレント文は、誠の勝手への価値のチャンピオンです。ここは誠の勝手への価値をよく知るチャンピオンじゃなくて、知るが入らないんですね。
ただストレートに誠の勝手の価値のチャンピオンということで8番目が書いてあります。神様の理想、創造理想は神様を中心とする誠なる家庭を作ることです。誠なる家庭が地上天上天国の基盤を構築するのです。誠の家庭は誠の愛、誠の生命、誠の血統の根源です。本前の誠の父母を中心として四大神条件と三大王権の基礎ができ、それが天一国の土台となるのです。ですから我々の家庭、それが誠の家庭の価値のチャンピオンにならなければならない。この8つのチャンピオンは、チャンピオンということは誠の御父様が我々一人一人、子供に対して、子供である私たちに対して、あなたたちもチャンピオンになってほしい、あなたたちもこの8つのチャンピオンになってほしい、これが神様の誠の御父様の願いであると。でそれを誇ることができる、それを語ることができる、それを自慢することができる、そのような皆さんになってほしい。それが誠の御父様が私たちに与えてくださったこの御言葉の祝福ではないか、そういうふうに思います。誠の御父様がこの8つのチャンピオンのことを書かれた時に、どのような心情でこれを書かれたんだろうか、どのような心情を持ってこの8つのチャンピオンという御言葉を書かれたんだろうか、きっと直接会うことはできない、直接伝えることはできない、直接話してあげることもできない、一人一人に対して本当に真心を込めて、直接話したい伝えたい心情を込めて書かれた8つのチャンピオンではないか、そういうふうに思います。私は8つのチャンピオンになった、だからあなたたちも8つのチャンピオンになってほしいと。それがみんなが幸福になる道であり、理想の家庭を築いてみんなが天国に行くことができる、私の親としての最高の祝福なんだということを伝えたかったのではないか、そういうふうに思うわけですね。私たちはいつも神様は親であるということを言います、いつでもいいです。神様とよく対話をしながらですね、生活していっていただきたいなと思います。独り言みたいなところでブツブツでもいいですし、歩きながらでもいいですし、お風呂入りながらでも、歌を歌いながら、何でもいいです。神様今日はいい天気ですねというふうな挨拶でもいいです。朝起きたら神様おはようございますから始めるのはすごく大切です。神様が先におはようって言ってますか、私が先におはようって言ってますか。きっと朝起きたら神様が私を訪ねてきておはようと言ってくれてるんじゃないかと思います。それを私たちが無視していくことは、なんか神様に申し訳ないです。せめて起きたらおはようございますと神様にお返事してから一日を出発して、寝る時ももう寝るの、はい寝ます、お休みねと言われてるかもしれません。お休みなさいと言って休まれるのはすごく大切なことではないか。いつも神様と対話しながら、神様と共にありながら、神様の願いを思いながら、まあ大学生持ってって不完全で人間があるから、たまにはちょっと神様今日はお休みになって私に来ないでくださいという時もあるかもしれないんですけど、それでも神様がですね、大きな願いを込めながら私たちを、私たちが神様を訪ねてくるのを待っておられる神様だということを思うわけです。神様は私たちに声をかけていても、我々が神様に声をかけなければ、神様は我々に何もしてあげることができない。一緒に喜ぶときは一緒に喜んですごく大切なことだと思います。ある人に言われました、信頼という言葉があります。信頼という字はどういうふうに書くんですかって言ったら、信じて
頼るって書くんだというふうに言われました。信じることは大切、次に頼ることが大切だ、そういうふうに言われました。親子というのは信頼関係、信じて頼る関係なんだ、子供は親を頼っていいんだということだったんですね。親がいて子供が頑張って苦労しているのに、親には何も相談しないで大丈夫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 と言って、で結果的には親を頼らないでもう行くとこまで行ってしまってどうしようもなくなってしまったというのはよく聞くことです。でも頼るということはすごく大切なことだということを、信頼という言葉を教えてもらった中で感じました。私はもうね、いつも自分の肉の親に頼ってばっかりいました。ここでは話せないんですけど、本当にあの肉の親にはですね、頼ってばっかりで頼ってばっかりでいました。で最初はもう親に頼るの大嫌いでしたね。親に迷惑かけちゃいけないということで頼ることを大嫌いでした。でもその言葉を聞いてから、もういつも親に頼ってばっかりいました。頼って頼って、でも親は頼られると嬉しいもんだということをすごく見つけたんですね。頼られない親ほど悲しいことはない、頼られる親は本当に親として親は嬉しいんだ、高校だからどうしようって言ったら、おお任せてあげるよって言ってくれるような、そのような親を頼るということは大切ということは、神様も親ですから神様に頼ってみるということはすごくいいことではないかと、まあ、そういうのを思います。誠のお父様はもうね、神様大丈夫安心してくださいということで神様を慰めながら行かれたということですけども、まあ、我々はそんなに強くありませんので、もうね堕落性持ってるし、まっちゃくた方向にも行きやすい立場ですから、神様に頼りながらですね、親子の対話をたくさんしながら、ね、新しい生活、一つ一つの生活を理想家庭を目指してですね、頑張っていっていただきたいと、そういうふうに思います。夫婦もいつもですね、頼り頼られながら、そのような関係で仲良くいっていただければいいんではないかなと、そういうふうに思います。今本当に摂理が大きく転換している時であるし、我々一つ一つの行動がすごく大切なものであると思います。精神をたくさん込めていくことがすごく大切であり、今もいろんな活動をしておりますけれども、具体的に活動できる人もいるかもしれませんけれども、なかなか活動に行けない、そのような立場の人もいるかもしれません。しかし我々にできることは精神を込めることだけはできると思います。精神を込めることの一番大きなことはお祈りをしてあげることです。必ずそれが勝利できるように、それが導かれますように、それがなりますようにというふうにたくさんお祈りしてあげてあげてください。それがみんなが一つになっていく、みんながたくさんの人が同じように祈れば必ずそれは導かれていくと、そういうふうに思いますので、そのようにですね、これからも力を合わせて御旨を勝利していくことができるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日これで礼拝を終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、慕ってやまない誠の皇后様、いつも足らないものを守り導きながら、たくさんの愛を注いでくださりながら、神様の愛をいかに私たちは見つけていくことができるのか、神様は愛のお方であると言われながら、私が神様の愛を見つけることができなかったならば、神様はどんなに寂しい思いをされることでしょうか。日々の生活、信仰生活は神様の愛を探し求めていく生活かもしれません。しかしその中に神様と共に喜ぶ世界、誠の御王様と共に喜ぶ世界、その中にまた多くの兄弟姉妹と共に喜ぶ世界の中に、神様が我々人類を創造したことの喜びを見つけ出すことができるんだということを知るときに、どうか
子女として子供として神様の前に親孝行できる、本当に喜びを返すことができる我々になっていきたいと心から願ってやまない次第でございます。今この時は歴史が大きく転換しているこの時であり、ここに集う全国の兄弟姉妹、全世界の兄弟姉妹がどれだけ大きな本当に意味を持っているか、大きな価値があるかということを誰よりもご存じなのが天皇お父様であり、誠の御坊様であり、また二代王様であるということを知るものでございます。どうかしっかりと天皇御胸を支えながら、間違う方向に行くなくして、本当に一つになって天皇御胸を処理していくことができるように、導いていくことができるように、天が共にあって祝福してくださることを心からお願い申し上げる次第でございます。語り尽くせない、また足らなかったこともありますけれども、どうか天が共にあって一人一人の心を整理して、また多くの夢を与えてくださっていることに感謝申し上げながら、祝福中心家庭朝方が地獄の名によって天の前にご報告申し上げました。ありがとうございました。